はい、どうも、ライホンです。とりあえず今回もみんなの投稿を見ていこうと思います。何これ何魔人剣してるような感じのモーションが見えましたけどね、サムネに。魔人剣。ガノン止めてないと。何これっていうぐらいやから、多分なんか、変な判定とかなのかな、悪空間判定とかで魔人剣を決めた。いや、違う、なんだ、はい。最終ストック。ガノンが優勢やな、この感じ。さあ、後ろ投げして、阻止展開か。いや、魔人剣。ええうん、これは、これ狙えるんすかねこれ狙えるなら、革命だろ。うん。いや、狙えねえわ。うん。よく、もうこれ、ちゃ、うん、これ、これ狙えない。ごめん、狙えやん、これ。何これ、奇跡やん、奇跡。さあ、リプレイ見ていきます。さっきと同じ、ブタタンさんということで、まあ、チームプレイかな、サムネ見る感じ。いや、誰なんとやったかなとはいえ、さっきのプレイといい、まあ、そんなね、しょうもないプレイじゃないはず。絶対にすごいプレイ。さあ、チーム戦？いや、じゃ、誰だとだ。え？おい、マジ？あ！裏切りやがった！魔人剣開拓しすぎじゃない？さっきのメタナイトといい、魔人剣は、あれですか？飛び出してくるのがブームかな？ブームなのかもしれんし、これダイラントなんかやばいな。新年村リホン、テリーを極めすぎパート1ということで、なんだこれ？なんか省略しすぎてちょっとわけわからんとるわ。うん。極めすぎたパート1かな？うん。極めすぎパート1っていう、もうパート1っていうそのね、読み方が合ってんのかわからんだけど、何よ、まあ、極めすぎたのは、ちょっと期待やな。やっぱり、極まった人間ほどね、まあ、すげえもんないから。それ別にテリーを極めたんじゃなくて、ジャスガじゃない？ジャスガとかじゃないか、まあ、まあ、テリーというキャラを、まあ、極めて、まあ、知りすぎたから、この判断ができるかもしれんけど。うん、これは極めすぎだ。うん。新年村日本、風の槍やられ種、19というわけで、久しぶりだね。ちょっと、あれだね、新年明けて1本あったっけ？それ以降見てなかったっていうか、香水に対してなかったと思うんですけど、まあ、ちょっと久しぶりに、1月中旬にやってきました、槍やられ種。さあ、今回は、どうだ？どんどんね、良くなってるのよ、勝率。まあ、やりやられやから、まあ、半々と思いきや毎回ね、まあ、負けてるんだけど、割合的には。たまに勝つね、日もあったりして、まあ、パート20。パート10はね、圧倒的にね、その槍の方、自分の見せ場の方が多かったんやけど、まあ、20に近づいてきました、19。うん。いいんじゃないか？ちょっと今カウントしなかったけど、まあ、今半々ぐらいじゃないかな、半々。どう？今回いい感じか？ああ、でも、うん。そんな簡単に踏まれて。さっきあんなにかっこいいコンボしたのに踏まれて終わっちゃうっていう次のプレイ。これは？いや、ベオすごいな、それ。今、帰ってこれるんかな？ウェビ外しても。どうなんですかね？まあ、ベオ、ああ、すごい !168 倍よ、これ。いや、これ大逆転じゃん。お、いいね。まあ、やっぱやられていったらやり返すのスタンスは、まあ、崩してないってことだよね。うん、久しぶりの動画でもね。いいじゃん。え、いいじゃん。え、ちょっと俺、ちょっとカウントしてなかったけど、初めから。今回割合勝ってんじゃないか？はい、カズヤ。勝ってるだろ、これ。え、踏んで、うまい。え、そこで踏めるうまいっすね。さあ、もう開幕からやられそうな雰囲気が。引かれました。空中で。ジャスが財布？うまいぞ。はい。うまいぞ。え、とはいえ、まあ、スティーブに会えたけど、今のところ、割合勝ってます、間違いなく。勝ってるぜ。勝ってる、勝ってる、勝ってる。この調子で、ちょっと、ね、途中からのカウントになるけど、ここもちょっとやり返してほしい。あ、もう全然無理だ。もう目覚めが悪い、この数で。大丈夫。次のプレイでやり返せばいいからね。うん。これ、金が、投稿員さんじゃないんかな。ちょっとミラージュわかんないよな。普段、金のイメージないけどね。まあ、金じゃないからもう多いけど、わからん。これは、これは判断できかねます。のほら、1P 金じゃん。さっき 2P 金やったやん。わからん。今のわからんから放流で、あ、やられてきました。放流したせいでちょっと割合負ける可能性がある。うまい。え、よくね？よくね？なんか、あれかな？なんか、その、やっぱりパート19ってことは、まあ、かなりの年月というか、まあ、年月じゃないけど、まあ、かなりね、長寿シリーズじゃないですか。もう上手くなっちゃってんのよ、この人。うん。上手くなっちゃってて、その、対戦相手に見せられるっていうことが減ったのかもしれん。うん。それが最近ちょっとね、好調な理由なんかもしれん。このね、投稿員さんの、もうすごい判定。この投稿員さんの、まあ、成長も見れるっていう。よく懲りずに空車振り続けたな。まあ、そのおかげで勝ったけど。今回は勝ったんじゃない？割合。素晴らしい。で、次パート20ね。節目ですから。
ね、今回19でこんなに勝ったらパート20に負けんじゃないか。新年村日本、小1弟の見せプレイというわけで、弟の見せプレイ作ってあげたんだ。優しいお兄ちゃんやな。小1で、え？ちょっとつい最近あれか、小4の見せプッシュやったけど、小1が来たな。小1ということは、スマブラ SP が発売した頃はまだ幼稚園、保育園。しかも、おい、うまいんだけど、不覚にもうめえぞこれ。不覚、俺よりうまくね。あれ、この子わしより強くね。おいえ、やだよ。俺小学1年生がこのゴールドとかさ、ジャッジとかさ、そのコンボ知ってんの。空下空下ビビしちゃいます。下だけ、あーもう、あーもうね、あのマリオ系実況者としてデビューしたとね。うん、小学1年生系実況者どうすか。で、小学1年生系スマブラ配信者いいんじゃないですか。僕いいと思いますけどね。うん、まあ、どんどんね、小学生ブランドは崩れてくが、俺いいと思うんだよね。なんか おらんくない、おったっけ、なんかちょっと若さ売りにしてるスマブラ配信者。まあ確かにね、最近はまあ中高生がまあその大会とか勝っててすげえ気になってたけど、そう、実況者配信者らへんでどうよ。うん、いないの。うん、みんな勝ちたい、みんな勝ちたい欲が強い。あのスマブラ実況者デビューしようぜ。そ、人気者になろうぜ。下投げく下メテオだと。おい、新コンボ発見してやがる、毒マリの下投げメテオで。うまいんだよな。なんかそのよくあるコンボを真似しているというよりは、さっきのデレレの吸い込み画面外バーストといい、なんか結構ね、アレンジ性があるよな。うん、ちゃんとなんか自分で見つけてるんかな。うまいよね。うん、だからうまいから、スマブラ配信者どうかな。スマブラ実況者どうかな。うん、小学1年生がCPU カズヤと対戦してみたとかどうですか。小学生実況者がソラ参戦の反応とかどうですか。ねえ、いなくない。うん、ちょっと全然プレイ触れてなくてごめんなんだけど、いなくない。うん、ちょっとお兄ちゃん、弟にあのパソコン買ってあげて。新年は日本、友達破壊したプレイ集というわけで、まあ、この人、はい、5年生初期曲ですっていうサムネ。まあ、初期なんかな ?5 年生って。俺のチャンネル小学生しかおらへんけ、おい。さっきから。初期なんだ。へぇ、初期曲って言うんだ。今の初期は。ちょっと俺いまいちわからへんねんけど。まあね、俺は怖いです。何がっていうと、初期とか言ってますけど、俺ね、小学校で初期やってる人って結構真面目な印象だったけど、裏ではドンキーコングで壊してますね、人を。うん、破壊してますね。なんか友達破壊したプレイ集って名前やったし、友達なくしたプレイ集とかも以前投稿しとったし、君初期だったのっていう驚きが強いわ。うん、初期の立ち締まりじゃないんだよね、うちに秘めてた。うん、初期って結構真面目じゃない、俺の偏見かもしれんけどさ。まあしっかり者がするイメージなんだけど、しっかり裏では破壊して煽っています。しっかり煽っています。うん、初期やっぱあれか、時代も変わっていくのか。俺の時代の初期はやっぱちょっとしっかり者のイメージだけど、まあ、今の初期ってまあ煽り壊し、友達をなくす人が敵人なのかもしれんな。うん。なわけないやろ。おい、この人怖い。なんかラスボスとかじゃない？ねえ、ジョジョとかにおるやろ、これ。日常に紛れ込んで、本当はすごい悪いことしてますみたいな。でも表向きはすごいまともみたいな。うん。でも裏ではやばい、殺人とかしてるみたいな。うん。ね、小学5年生のキレイを仕掛けたんかもしれん。うん、この人は。昭和は煽ってますね。小学5年生のキレイを仕掛けなんかもしれん。キレイを仕掛けの素質を持ってるんかもしれんってことだよね。初期怖っ。死んだ村リホン、友達の逆襲プレイ集というわけで、さっきの人ですね、初期の。動画作るの頼もしい。まぁ、ちょっとこういう、なんかクリエイティブ系は好きなんかもね。なんか初期もちょっとまぁなんか作るっちゃ作るじゃん。なんかノートとかなんかまとめるじゃないですか。まあ、こういう作業は好きなんかもね。やっぱ編集とかって結構作業なんでね。もう向いてるのかもね。というわけで、まぁ、友達の逆襲って書いてましたね。おいおいおい、友達絶好調やん。え、何すんの、マジでいけんじゃない。え
おい友達やばいな、とと友達やばい、友達めちゃまじんけのセンスあるやんこれねえこれは、はい、ミミッキュー、はい、掴んで、初めて見たんだけど、ミミッキュー即死今の。さあこれは、はい、どっちがこれ、多分ニピーがさ投稿したよね、友達を逆襲って言ってるから、逆襲してんのは一票。友達やばいな、友達これ死なない空間で死なない空間、檻の中で痛ぶってるぞこれ。初期の友達をいたぶんなって、うん、あくまでも初期なんだから、うん、まあまあまあ初期とか言いながら破壊衝動あるけどこの人、うん、友達も友達やな、うん、初期に破壊衝動のある友達の友達は、うん、破壊衝動のある初期の友達はまあそれやばいか、もう難しいな、この子たち怖いわ、なんか個性強くね、うん、癖強えわ、うん、しかし小5でしょ、小5、俺こな、何を見せられたん俺は、小学校お小5のイチャつき見せられた。 VS コンピューターレベル9まとめ73というわけで、ジョーカー好プレイ集って書いてますね。まあこれは VS コンピューターなんで、まあコンピューター戦かな、コンピューターの見せ場というよりは、まあジョーカーのプレイちょっと楽しみですね。まあまとめるほどなんでちょっと上手いんじゃないでしょうか。さあ後ろにピカチュウおる、見た、左上にアイテム使ってんだ、いいね、えもうなんかパワーアイテムあるとやっぱコンボキャラってなんか、すごい判定、コンボキャラってさ、まあ、コンボ超つながるけど、まあ、ちょっと一個一個の技の火力少ないっていうイメージだけど、まあ、そこにあのパワーアイテムとかあったらやばいよね、絶対確定しますから。さあ、レッキに、はい、弱で止めましたけど、どうすんだ、よく強して、はい、いやね、もうやめて、ガノンをいじめないでください。おお、こまあまあピクミンとタカシはいいけど、うん、あここ切り札入るんや、なんか、うん、切り札確定する子多そうよね。まあ、ガノンもさ掴めば確定っていうのはあるけど、別に掴まなくてもこうやって、まあ、今も掴んでるか、でもなんかジョーカーとかってなんか空前一段止めとかしたらさ確定しそうやしな。この左上におるピカチュウ可愛かった。死んでもらい本なんでこうなったか説明して、というわけで出たよ、俺に説明させるやつ、うん、間違っとったらなんかバカにされるし、あっとっても当然やろって言われる、あ不利な実況スタイルさあ何、まあまあまあカズヤ、はい、財布して、はい、財布メテオメテオ、はい、何？いやこれは跳ねました、空中移動回避で跳ねました。はい、というわけでみんなのとこ見ていきましたけど、今日なんかうまく実況できてない気がするな、なんか喉が痛くてさ、昨日の夜一人で歌歌ってたから喉壊しちゃってかな、なんかうん、でもなんかその噛んだ印象はないんだけど、何か喉の調子が悪い時ってなんか言いたいことが言えないんですよね、なんか難しいんやけど、なんかあんまり面白い実況できやんかったっていうか、うん、まあ僕もそういう時あります、はいほらこういう謎の実況しちゃうんやって。